青山茂春、青山茂春、青山茂春、1952年7月25日体は、日本の政治家、参議院議員、安全保障及び国家政策研究院、作家、全独立総合研究所代表取締役社長、東京大学教養学部非常勤講師。夫人は、水産学研究者、水産学博士で、 東京海洋大学准教授、独立総合研究所取締役自然科学部長の青山千春、長男は同研究所社長の青山大輝。兵庫県神戸市長田区生まれ、三人兄弟の末っ子として育った。父親の青山浜には八人兄弟の末弟で、青山が生まれた当時は、実家の家業である青山織物株式会社の神戸支店に勤務していたが、 上野兄たちがアクシデントに見舞われたことで、社長に就任するために、会社のある、河西国泉町、現、火災市へ戻ることになり、青山も家族と共に転居、高校卒業まで同地で過ごした。また、青山が転居前に通っていた日本キリスト改革派協会、付属永田幼稚園は、拉致被害者の一人である、有本恵子と同じ幼稚園である。 1971年3月、純真学院中高等学校を卒業。同年4月、慶応義塾大学文学部に入学するが、その後、経済学を学び直すため、経済学部への転部を希望したものの、当時の慶大には転部制度がなかったため、1974年2月に中退。同月中に、早稲田大学政治経済学部を受験し合格。同年4月、 壮大に入学。以前から転職と考えた記者になるべく、毎日新聞社から内定をもらっていたが、作家になる方向も考えていたので辞退。しかし、卒業間際に、大学の就職課に貼ってあった、共同通信社の追加募集の休票を見つけた、当時からガールフレンドとして交際していた、現在の妻である千春から勧められ、学生課職員に問い合わせ。 採用試験を受験し合格。1979年3月、早稲田大学政治経済学部を卒業。1979年4月、26歳で共同通信社に入社。2ヶ月の新人研修後、徳島市局へ赴任、徳島県警の事件記者を担当、徳島大学病院不正事件等の記事を配信してゆく。新人研修が終わり。 同期社員が、全国に散る前の同年5月25日、港区青山にて、妻千春と結婚。1983年6月、京都市局へ移動、京都府警キャップの任につき、その後、途中数ヶ月間、宗教記者を担当し、再び、京都府政を担当。1984年4月、大阪市社経済部に移動。証券、繊維、財務、 金融業界を担当。1987年4月、東京本社政治部に移動。首相官邸記者クラブでは、第3次、中曽根内閣の最後の1年間、竹下内閣の組閣後半年間、中曽根康弘、竹下登り内閣総理大臣の総理番を担当。自民党では三木派、河本派を担当。民社党、社民連、法務省、検察庁、 労働省、連合、防衛庁の担当を歴任。その後、天皇藩に配属され、いわゆる法魚への X 例に向けた新元号の取材活動を行った。防衛庁担当時は、防衛大綱の取材を担当し、その頃から政治記者であったが、単発的に防衛庁から研修講師を依頼されており、1994年10月、職員上級。 中級研修講師を移植される。1995年12月、外務省、サブキャップを担当。ペルー日本大使公邸選挙事件発生直後に、ペルー入りし、半年間ペルーに滞在して、事件の一部始終を取材した。1996年12月、共同通信ペルー特派員。この体験が引き金となり、記者を辞めることを決意した。 1997年12月31日、共同通信社を依願退社。1998年1月1日付で、株式会社三菱総合研究所に入社、政策、経済研究センターにて、国家戦略立案の専門研究員となる。2000年4月、小説第一作、安岡おさ路で、 第90回文学会新人賞にノミネートされた。しかし90回の新人賞は該当者なしとなる。その後、11年3ヶ月ぶりに小説を脱行した。同年5月、中川洋造市長時代の兵庫県笠井市の笠井市総合計画特別審議員を委嘱される。同年6月には関西テレビの選挙解説者を委嘱される。2015年3月に至るまで、 選挙解説、ニュース解説として、FNN スーパーニュースアンカーに番組参加、出演していた。また、同年7月、民放連から民放連省の九州地区の選考委員を委嘱される。2002年4月三菱総研時代の仲間数人と、独立して、有限会社独立総合研究所を設立。代表取締役社長兼主任研究員に就任。 研究者として、主に安全保障、危機管理、外交、政治を専門分野とし、専門分野は、エネルギー安全保障、危機管理、国家安全保障、国際関係論、国家戦略の講演、講義を行っている。同年5月には、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の専門委員に任命される。2006年1月、 カタールの中東戦略会議に参加。間に招待されない年もあったが、2012年も日本から一人の参加となった。研究者としては主に安全保障、危機管理、外交、政治を専門分野とし各所で講演、講義を行っている。専門分野は、エネルギー安全保障、危機管理、国家安全保障、国際関係論、国家戦略立案。 2006年7月経済産業大臣の諮問機関、総合資源エネルギー調査会の原子力安全、保安部会原子力防災省委員会危機管理、ワーキンググループ委員に4度任命、現職。2006年12月内閣総理大臣の任命により、原子力委員会、専門委員、原子力防護専門部会所属に就任。2007年1月海上保安庁の 公式政策アドバイザーに就任、現職。2007年4月近畿大学経済学部、国際経済学科の客員教授、国際関係論に就任、現職。2016年4月から、東京大学教養学部の非常勤講師に就任し、学生優秀催ゼミを受け持っている。2013年9月26日、レギュラーコメンテーターとして、 番組参加、出演していた、ザボイスそこまで言うか、日本放送の青山が出ていた、放送会が、平成25年度日本民間放送連盟賞、番組部門な状況用番組で優秀を受賞。2016年6月20日、大阪市北区の帝国ホテル大阪にて、記者会見を行い、通算8回目の出馬以来を受諾し、 第24回参議院議員通常選挙に自民党公認で比例区から出馬することを表明し、その際には1期6年しかやらない。政治献金は1円も受け取らないとし、比例区全体の6位である48万1890票を獲得し、当選を果たした。また、選挙結果の投落関係なく、6月30日付で、 独立総合研究所の社長職を退任することを発表した。また、一個人の研究員として、独権からの業務委託にて、政策研究、作家、メディアでの情報発信活動も継続している。2016年11月10日、所属する経済産業委員会の資源エネルギーに関する調査会議で、改正石油天然ガス。 金属鉱物資源機構法の審議で、世耕弘重経済産業大臣等に対し初めて委員会質問を行った。その後も、所属する拉致問題特別委員会や資源エネルギーに関する調査会にて複数回の質問機会を得て、質問を実施してきた。2017年5月17日、朝日新聞の報道から橋を発した、加計学園問題にて、同年7月10日、 第193回国会文教科学委員会内閣委員会連合審査会閉会後、第1回と7月25日の同開国会予算委員会にて参考人承知した文部科学省前事務次官の前川喜平、元愛媛県知事である加藤森幸等に質疑を行った。また、資源エネルギーに関する調査会のエネルギー調査団として、フランスのフランス電力公社、 国際熱核融合実験度機構等を視察している。2019年9月、自民党参議院政策審議副会長、女性局長代理に就任した。ザウの名は、脱氏即魔と、私を脱し、本来の目的に就くという意味で、早稲田大学を卒業してから、共同通信へ入社するまでの26歳の頃に、自身の体験から考案した造語である。他にも、 深合わせ、深く淡く生きてしす。すなわち思い切り自由に、深々と謙虚に、淡々と強靭に、命の真ん中は真実でようの意も、ザウの命として挙げている。また、武士道精神を重んじ、歯隠れを愛読している。国会議員当選前の肩書きについては、実務家であると定めている。自身が、特に、ジャーナリストを評論家。 タレントとして見られることには常々否定的見解を示しており、2002年4月に独立総合研究所を設立してから2016年7月に国会議員になるまでは自身の第一の肩書きは実務課独立総合研究所社長としていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。